はい。さあ、というわけで、さあ、本日は、さあ、BBTF、10段以下大会、まあ、約、稼働から1ヶ月ちょいが経って、といったタイミングの、さあ、大会となっております。まあ、CP の頃とは若干ラインシステムが変わって、どちらかというと、ギルティのように、まあ、比較的、数をこなせば、割と上がりやすい感じにはなってはいるんですが、まあまあ、やはりこの1ヶ月、まあ忙しかったり、いろいろ、なかなか対戦相手がいなかったりというところで、さあ、割と身近な対戦相手が見つかれば嬉しいなという本日の大会となっております。さあ、まずは後藤さん白面が大事だと思っていて。さあ、画面足の白面は怖い。そうですから。さあ、浮き上がり、投げていく。さあ、中段でクロス。ちょっと離れたところは繋がらない。さあ、当てに構えるが、ここはちょっと見てから、さっ飛んでいく。使う？プレッシャーをかける。マイジャップ。さあ、空中ダッシュで、さっ飛んでいく。かけていく。下がっていくが、ここはバーソー。さあ、体力一割弱残っているが、ここからが怖いのは白面。一回距離が離れた竜巻。構えて、ここはチチリ。さあ、ルノーさん取り返す。いいチチ。第3ラウンド。スピン、ダウンを奪って。さあ、空対空、空中ダッシュから差し込んでいく。さあ、ダッシュに対しては暴れて止めている。隅田がこれはカウンター、ワンコンボ返して体力が追いついて、あ、隅からラインが上がる。さあ、爆睡を隅、しかしタイミングをずらすが潰している。さあ、画面足を背負わせているのは後藤さん。さあ、ルノさんはなんとか返していきたいところですが、さあ、ここはきっちり勝ったな、後藤さんの白面。それでは山キャラさんとナシッパチさんでやりたいと思います。はーい、はい、あ、はいはい、さあ、というわけでナシッパチさんのカルル対山キャラさんの椿。まあ、どちらかというとスタンダードに近いような椿と、さあ、かなりテクニカルなキャラカルル。さあ、近づいていったところを捕まえていく。だからだが、ここは暴れているが、さあ、距離が離れたところ、さあ、バースを使っていく。さあ、挟んでカウンターから画面貸し、カルルは怖い。さあ、しかしここは我慢して差し返しのチャンスをうかがう。攻め込むナシッパチさん、差し返しを伺うが、さあ、ここはナシッパチさん再び金足を押し込んで、まずはナシッパチさんのカヌレ。さあ、続いて第2ラウンド。さあ、さあ、地上で差し込んでいく。一発が重い。あれを潰してる間に本体が殴りに行く。揺さぶって投げかな、繋いで、さあ、オーバードイブ。カードが硬い。さあ、飛んだところ捕まえていく。画面足暴れていくが、さあ、勝ったな、ナシッパチさんのカヌル。もう構わないでください。それでは、ハンテンさんと、後藤さんで、さあ、というわけで、さあ、ハンテンさんのアズライル対後藤さんの白面。さあ、パワーキャラ同士での対戦となります。ウィナーズトーナメント準決勝の第1試合。さあ、まず端から一気に攻め込むが、
ここはバースト一回立ち回りに戻していく。さあ地上からサストでいくのはマテンさん、アズライル。さあマテン足は入れ替わる、ダウンを奪ってここはきっちりつないでラインを上げる。再び距離が離れて、さあまだまだカウンター十分にある状況。さあ様子を伺う体力がドット、さあ差し返しダウンが変わる、攻め込む後藤さん100名。さあ反転さんの打力が一気に奪われる。最後勝利、その程度の実力だと。さあ第1ラウンド反転さんアズライル、続いて第2ラウンド潰していく裏からゲダウン。さあ追いかけて攻め込んでいく後藤さんの白面、逃がさない。さあ反転さんの体力が一気に持ってくる、対空から。さあ対空、さあまだ体力1枚弱残っている。さあここから攻めればまだわからない状況ですが、第2ラウンドは後藤さんの白面が決めていく。第3ラウンド、さあお互い一方的な展開になった第1ラウンドと第2ラウンド。さあ最終第3ラウンド、さあ地上からといったところはキッチン当てみ、さあ上から差し込んで画面端からのワンコンボ。さあここは受け身から画面端入れ替えるか。さあここは空中に飛んだところ空投げ。さあ攻め込んでくるところはキッチン当てみ取っていく、オーバードライブスカッチだが、さあキッチン当てみ取っていく。3で3体力リーダー後藤さんですが、さあからの完成さんのターン、これは何。さあしかし投げ返して画面足、さあ空中にいるところ体重取ってく、さあこれは投げていく。さあこれで一気に分からなくなる、残らず勝ったのは完成さんのアズライル。セダン、みなとさんとなしっぱちさんでーす。父さん、姉さんが大変なのに、あなたは何をしてるんだ。エンブリューも影響を受けたか。さあ、というわけで、ウィナーズトーナメント準決勝の第2試合は、さあ、なしっぱちさんのカルルと港さんのレディース。さあテクニカルキャラ同士の対戦となります。さあここは突っ込まれたところはバーストと置き攻めには行かせない。一回距離が離れた立ち回り、さあ差し込んでいったのはナセッパチさんカルル。さあ再び距離が離れてラインを上げていく港さんレディース、重ねてここはきっちり拾っていく。エリアルから打ち落として受け身から入れ替えるゲージを使っていくわ。ここはガード、そんなところ。さあ攻め込むナシッパチさんですが、さあ上から降りてくるミナオさんが丁寧にダメージを刻んでいく。さあ捕まえて残らず、さあまずは港さんのレディウス。どうした。続いて第2ラウンド、さあエリアルダウンを奪って再びトルが離れて立ち合いちょっと届かない裏から単発。さあ引っ掛ける画面越し大きめが通る、折り際が中段角。さあ差し込んでいく港さんレディース、プレッシャーをかけるがここはしのいで、さあ上から差し込んでいくがここはバスト。さあもう一回上から落ちるか、落ちた同じ勝ったのは港さんのレディース。この程度で魂が揺らぐようでは話にならん。セダー、反転さんと港さん。なるさ。The
さあというわけで10段以下大会ウィーナーズトーナメントの決勝戦になります。さあワンティー側が港さんのリリース、ツーティー側ハンテンさんのアズライル。さあ2人ともシード枠で3位勝ち上がってきました。この2人さあダウンを奪ってプレッシャーをかけるハンテンさんアズライル。さあガードしているところを投げていく。さあ画面足港さんは我慢のタイミングさあ差し返し画面足が入れ替わってきっちりワンコップを丁寧にダメージを刻む。さあしかし再びハンテンさんの画面足積極的にラインを上げる。さあここはきっちり繋いでいく。さあ一回下がって様子見プレッシャーをかけていく。捕まえた見逃さない。まずはハンテンさんのアースライル。続いて第2ラウンド。さあここをきっちり拾って画面越し起き上がり。プレッシャーをかける。かして差し返しを狙うがここはガードしている。距離が離れて体力リードは判定さんアズライル。空投げピッチでつないで上からはガードしているが裏表揺さぶっていくがコンボには至らず。さあ裏になってる裏ピッチでつないでいく。勝ったのは判定さんのアズライル。力はない。まあ割と上のシード枠に入っている形になります。さあというわけでルーザーズ1回戦第1試合となります。さあルノさん椿対さあナシッパチさんのカルレ。さあタイミングがずれた中段策。さあ体力リードはヌロさん椿裏からピーチに拾うダメージを刻んでさあ攻め込んでいくヌロさん。さあ下がりながらチャンスを伺って差し込んでいきたいナシッパチさんカルルですがここは体力ドット残る画面足。さあしかし端から一気に攻める。まずはヌロさんの椿。続いて第2ラウンド。さあ第2ラウンド開幕で差し込んでいくルノさん。さあナチッパチさんもチャンスが欲しい。さあここは我慢だがさあ我慢してガードを固めたところに投げていく。さあこの中下段攻め込む。さあしかし触れば怖いカルル。さあしかし触らせないルノさん場所。さあバックスであったがこれは通らず勝ったのはルノさんの椿。では山キャラさんと後藤さんでやりますのでこの P2P を。さあルーザーズ1回戦の第2試合となります。山寺さん椿対後藤さん白明。さあ開幕後藤さんが空投げから捕まえていく。さらに橋対空打ち落としていく。空対空ダメージが刻まれる。これは体力ドット残る。さあしかし動き始めこのリーチが長い。まずは後藤さんの白面。続いて第2ラウンド。カードさあ仕込んでいくワンコンボタイミングをずらす。ではくっつぐらい相打ち
構えるが、さあ発進、攻め込んでいく、使ったところ、さあちょっとじわじわにラインを上げていこうといったところ、プレッシャーをかけていくが、さあ捕まえていくのは後藤さん、白面落ちるが、揺さぶる、バースト、体力は残っている。さて最後はクータイク、勝ったのは後藤さんの白面。目をそらすな、己の力を見据えよ。では再戦ですが、後藤さんとルノさんで試合をします。さあルーザーズ2回戦となります。さあサンウィナーズの再戦とはなりますが、さあルノさん椿対後藤さん白明。さあウィナーズの方では後藤さんが勝利はしておりますが、さあ先ほどの試合も含めて、さあキャラ対策、プレイヤー対策もろもろがある中での、さあ再戦となります。さあまず第5大幅リード、後藤さん含め、さあ空対空から、さあタイミングをずらして差し込んでいく、丁寧にダメージを奪っていく、ルノさん椿、画面走り上に飛んだところきっちり捕まえていく、受け身からめくっているが2発目は上に出る、表、さあ下の差し返しを上から透かす、さあ体力が追いついてきている、下から捕まえていく後藤さん含め、きっちり、さあルノさんも一気に体力を奪ったんですが、境幕の体力リードが大きかった。まず第1ラウンドは後藤さんのハーフメイン、続いて第2ラウンド、さあ裏から捕まえれる、さあ開幕体力4割強ゲット、クータイク、さあここで差し込んでいくルノさん、ガードしている、1回距離を離す、無理は打ちない、相打ち、ラインを上げる、さあ、しかし飛んだところはきっちり潰していく、さあ、体力ドット、バースト、さあ、もう無理はできないルノさんですが、さあ、勝ったのは後藤さんのハークメン。目をそらすな、己の力を見据えよ。それでは、後藤さんと港さんで試合をしますので、じゃんけんでは。さあというわけで、さあルーザーズ3回戦というかルーザーズの決勝戦になります。まあ今めっちゃ勝った。さあ港さんのレディウス対後藤さんの白面。さあ開幕体力リードはさあ後藤さんでしたが、さあ投げからラインを上げる、投げは抜けている、さあ港さん体力逆転、さあオーバーダイブか構えていく、さあ単発ダメージが刻まれて体力が追いついている。さあ攻め込んでいくが下がったアバで、さあここはバースト攻めさせない、さあまだまだカウントは十分にある、中段はガードしている、さあで捕まえて上がろうとしたところをきっちり押し込んでいく、まずは後藤さんの白面。続いて第2ラウンド、単発ダメージを刻む、触っていくわ、ここはきっちり潰していく、構えるが冷静に投げる、起き上がり重ねていく、当て身に取っていくわ、上に飛んで逃げる、ガード、さあラインを上げる後藤さん、さあ港さんも我慢して、カナのスパイジャップが通るが、スパイアバでここはバスト、
さあラウンドカウント半分を過ぎようといったところ、スカッたところにきっちり勝ったな後藤さんの白面。それでは The wheel of fate is turning. さあというわけで、さあ本日12月23日天皇誕生日祝日水曜日、まあ、水曜日ということで連休じゃないので平日ではないですけど、まあ普通の祝日とはなりましたが、さあ本日さあ BBCF 10段以下大会15段以下大会とさあ2つのスケジュールを用意しておりまして、まずは10段大会、さあ本日ダブルエリミネーションでの方トーナメントという形です。さてウィーナーズ勝ち上がったハッテンさんのアズライル対さあルーザーズ勝ち上がり後藤さんの白面。さあハッテンさんはウィーナーズ勝ち上がりなのでライフが2つある感じになります。さあこちらの試合も再戦とはなりますが、さあ体力1枚弱残っている。さあここから触ると怖いアズライル、さあしかし攻め込もうといったところをきっちり止めていく。まずは後藤さんのアンスライド、続いて第2ラウンドプレッシャーをかけるライン上げる、スカリーああいう力がきっちり拾って、さあちょっと高さが高い上から差し返しスカルダウンを奪う。さあここはリバーサス差し返し捕まえていく、ハンテンさんアスライブプレッシャーをかける、さあいろんな読み合いがあったら、さあ捕まえていく後藤さん、画面足ワークやって画面足からラインを押し上げるが再び後藤さんがプレッシャーをかける、攻め込もうといったところをきっちり捕まえる。さあ後藤あハンテンさんが取り返して 1-1第3ラウンド、さあプレッシャーをかける投げを通して、丁寧にダメージを刻んでいく後藤さん、投げを抜けるきっちりしている。しかし今度は空投げ、ワンコンボつなぎながらラインを上げるが、さあ空中にいるところ、あ体力リーダー後藤さん一気に近づいていくわけです。冷静にガード差し返しワンコンボ、めくりはガード前背を潰す、裏からはガード表ガードしている、ガードが硬い、攻め込む反転さん、ここはすかしながら、さあこれでさあ仕切り直しとなります。さあ全員が1敗ないし2敗している中で、さあ次の試合に勝てば優勝です。1勝1敗になってから、さあ今日の大会においては3試合目、最後の試合となります。さあ10段以下限定大会、さあ本日の優勝決定戦、ハンテンさんアズライル対後藤さん白面。さあまず開幕第1ラウンド一気に体力半分近く奪っていくハンテンさんアズライル、さあからの後藤さん差し返してラインを上げる、さあこれはちょっと届かないが、さあカウンターからきっちり拾って、スカシから投げからワンコンボが重い、丁寧にダメージを奪って、さあラインを上げる、クタイクダメージを刻まれる、プレッシャーをかけていくスカシです。さあしかしまだまだ体力が残っている、めくり通って繋いで残らず、さあまず第1ラウンド後藤さんの白面、続いて第2ラウンド、さあ開幕最距離を離す立ち回り勝負、お互い様子を伺いながら裏はガード、さあここは中間距離当て身を取っていく、さらに前ジャンプめくりを通してワンコンボ繋いでいく、降りてくるところをきっちり対空、しかしな見てから投げる、
投げがスタム。めくり、体力が少ない状況。三発、刻んでいくプレッシャーをかける。アンデスさん我慢して、殺害者を伺う。さあ、きっちり拾って、ダメ出し。そいつぐらいだが、きっちり拾っていく。からの置き攻め、追いかける。ここバスト。さあ、お互い体力が少ない。ガード、ガード。さあ、ここの距離下がったのは後藤さんの白面というわけで、さあ BBCF